はい、じゃあ、ルーチューブの時間です。今日はツイッターの質問の回で、そう、その中の生物的パウンド法パウンド、これはもう本当ルーチューブ、コアのボクシングファンの人は飛ばしてもらってちょっと雑談程度っていうか、もう楽しく遊びの会っていうか、はい、意外と跳ねるかもね。これ日本人限定、日本人限定する、うん、海外とか行ったらってとんでもないやついそうですけど、わかんないですもん僕ら。ボルトでしょ、ボルト。ボルトは多分弱いっすよ。おぉボルトは弱いっす。なんかちょっとガヌーとか出てきそう。ガヌーってなんかいましたよね。 UFC の今ヘビー級チャンピオン、UFC 史上一番パンチ力あるらしいっす。去年限定しますか。いや、そしたらあの人しかいないよ俺。もう動画始まって2分ぐらいで落ちちゃうの。ああ、もうこれとりあえずよ。うん、室伏さん身体能力半端じゃないらしいからね。これはもうどれぐらいすごいのって知りたい方は、もう水曜日のダウンタウンの室伏の回を違法視聴してくださいだからもうなんか喧嘩が強いとかじゃなくて、もうさ、まあその喧嘩が強いとか、何格闘技やっても強いっていうのもあるんだけども、何やってもトップに君臨。例えば野球幼い頃からやってたらもう4番でピッチャーでとかさ、サッカーやってたらもう日本代表とかさ、そういうボクシングもしやってたら世界チャンピオン絶対なってるじゃんみたいな。ってなると室伏さん、まあ、とにかくフィジカルのアドバンテージが半端じゃないですもんね半端じゃないと思う。純の日本人じゃないんですよね。あ、ハーフですね。そうです。ハンマー投げの歴代の記録あるじゃないですか、日本記録で。ずーっとまあその室伏さんなんですけど、あるところを境にずっと室伏さんのお父さんなんですよ。あ、で室伏家でずっとキープしてる。お父さんはほんで純の日本人なんです。そうそうそう。あで、あ、そっか、室伏さんのお母さんがあれなのか。でか、そのお母さんも陸上のなんか本当トップ競技のトップ選手みたいな。あれ、しかも室伏さんの妹だかなんだかもじゃない、やり投げか円盤投げの日本代表とかす。いや、もうハンマ毛はハンマ毛は室伏家っていう。室伏家早くないもん。でもあれじゃないですか、もうモンゴルですけど、朝青龍とかヤバそうですね。ヤバそうじゃないですか。だからグラップラーばきでさ、そういうトーナメントがあったじゃない、うん、でも本当にだからフィジカルのエリートってでかいって条件じゃないですか、うん、言ったら。だからそう考えると相撲ってフィジカルエリートの集まりじゃないですか。で千代大会関とかそうですよね。半端じゃないでしょ。まあ中大会は。じゃあ千代の富士ですか。千代の富士さんは、千代の富士けど筋肉バリバリみたいな。千代の富士関ですよね。体すごいの。あ、そうだよ。そうそうそう。バキバキの人。うん。そうそうそう。あれ絵になりますよね。千代の富士関は絶対強いよね。恐ろしい。絶対強いよ。それとるね、高野花関とかも。もうなんか相撲取り。相撲取りはやばいと思う。ガチで。あれほんま、あんなバーンってやられた、うん、ボクサーのパンチ以上だからね、あんなの、うん、この辺押されたら失神でしょ、うん、もうドーンってやられたら。あの室伏さんの首の太さでもすごいっすよ。いやーいやー、室伏さんって100キロぐらいでしょ、あってもあっても。でも室伏さんって多分僕らが思いっきり殴っても全然微動だに知らずそうじゃないですか、うん、だってなんかそのハンドグリッパーの話知ってます？知らない。なんか普通の計測計って100キロまでしかないじゃないですか、うん、で、フッってやったらピシャーンってなるんですよ。メモリがね、100キロマックスで。で、測れないんですよ、うん、室伏さんの握力って。で、ハンドグリッパーっていうのがその100キロを超え、その閉じ切ったら100キロ超えていくみたいな。で、なんかナンバーワン、ナンバーツーみたいな、なんかいろいろあるんですけど、なんかナンバーフォーの120キロを占められるのが日本で4人だけで、うん、で、なんかみんなこう鍛えてる人なんですよ、握力をこう。で、室伏さんにその120キロを渡したら、もう硬いね、これ、カチャーンっつって、普通に閉じたらしいです。別にその握力だけを鍛えてるわけじゃないのに、チャキン。いやー、話す前から室伏さん以外出ないって言ってんだもんなって。まだあとはもう相撲取り。戦えるとしたらね。と思う。野球のエリートってどうなんですか？なんか野球のエリートでなんか生物的強そうって思ったらもうゴジラが出てきちゃうけど、俺は清原さんとかもでかいですけどね。うん、でかいもんね。でもフィジカルとかそう身体能力で言ったらやっぱり大谷翔平がずば抜けてんじゃないの。でも野球の部分ってやっぱ努力の積み重ねがでかいんじゃない。本当にだから本当身体能力抜群でもともと才能がある選手がじゃあ全員プロ行ってるかって言ったらそんなことは全然ないと思うよ。野球は積み重ねてる方が大きいと思う。
ボクシングもそうじゃん。積み重ねてる方が大きいでしょ。じゃあ今の世界チャンピオンたち見て誰かいる？ズバ抜けてこの人は多分野球以外、あ、ボクシング以外でも野球行ってもサッカー行ってもおそらく体制したんじゃないかなっていう選手いる？なんかフィジカルエリート感の村田さんぐらい。ああ、そうですね。あとの選手はやっぱボクシングに特化した強さっていう部分があるじゃん。そうなると難しいよね。だから裏を返せばさ、ちょっと他のスポーツやってどんくさいぐらいでもボクシングで日本チャンピオン、東洋チャンピオン、世界チャンピオンっているもんね、全然ね、うん、全然いる。だ例えば野球やっててさ、高校まで野球やってました、でも全然3年間補欠でした、でもボクシングやったら日本チャンピオンですとかいるもんね、全然いる。で逆もいるよ、そりゃ野球超エリートでやっててボクシング来ました、でもチャンピオンになれなかったですっていうのもいるしさ、それはサッカーでも一緒だけどさ。有名な言葉が全部その身体能力を技術が凌駕する的なことありますか？例えばドネアだったらタイミングがスピードを凌駕するだけ、うん、とか。でもドネアよりスピードだけ見て速い人はいるからね。でもドネアは速く見えるよね。あとバーナード・ホプキンスとかもそういうこと言いますよ、ね、技術論がで話しますもん、ね、ただ今回生物的に強いっていう回だからもう持って生まれた強さってことでしょ、うん、まあ、それはね、室伏さんだってかなり濃密な時間をさ積み重ねてきてるからさ。でも室伏さん以外にちょっとあとはもう相撲取りっす、うん、千代の富士関、あとはもう千代大海関とかさ、元不良で喧嘩ばっかしたでしょ、その辺じゃないの。あんなのが街中で暴れてたらやばいですよいや、ほんまやばいっすよね。いやいや、無理でしょだからもう間違った方向にだけは行ってほしくないっすよねボクサーがだって例えば街中で喧嘩したらまあ相撲取りに勝てないでしょ普通に。あとレスラーとかにね、でもボクサーのパンチなんてそれこそ相撲取りとかに効かなくないですか。いや、もうやったことないから分かんない。ちょっと YouTube 行ってきてよいやいや、もう嫌です絶対効かないですよ。じゃあ1位を決めなきゃいけないってなるとYouTube 的生物的最強は室伏広治さんだといいですか。ダントツだよね。室伏さんがもし悪い方向に目覚めたらとんでもないことないでしょ。今なんかあのオリンピックに目覚めないでしょ。オリンピックがなんかのあの力を間違った方向に使っちゃったらもうとんでもないことないなってことですね。そうだね。めちゃくちゃ人格者だよね。でもね、めちゃくちゃ人格者でしょ。